です。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。はい、朝からいい筋トレができましたって言ってももう10時なんですけども、はい、じゃあ今日もやっていきたいと思います。ただいまーん。よし、じゃあ朝ごはん作ります。じゃあ今から家で勉強してもいいんですけど、ちょっと外で、なんかね、新鮮な場所で仕事していきたいと思います。で、どこ行こうかなって今ちょっとネットで調べてるんですけど、今日は自由が丘の方に行きたいなというふうに思います。わあ、おしゃれなのがいっぱいあります。おお、さすが自由が丘ですね。自由が丘が来ました。じゃあ今から花キャベツ行きたいと思います。この通り沿いにありますね。よし、行きます。はい、花キャベツさんです。じゃあパンケーキ来るまでちょっと返信しましょう。あー、マロンパンケーキです。いただきます。ただいまです。あれからお散歩しても帰ってきたんですけども、もう夜ですね。今8時43分なんですけども、今からライブ配信ですね。のびるミリオネア本ライブ配信を始めたいと思います。はい、今日は2019年の10月の20ですね。はい、ライブ配信やっていきたいんですけども、ライブ配信は以上です。ありがとうございました。また来週。よしよし、はい、終わりました。いやー、楽しいですね。なんかちょっとずつこうライブ配信に参加してくれる方も増えているの でコメントも増えているので、すごい楽しいですね。まあ、ちょっとなんか変なコメントありましたけども、はい、まあ、ああいうのも出て OK です。はい、じゃあお風呂入りましょう。はい、じゃあということで遅くなったので寝ましょう。おやすみなさい。はい、おはようございます。翌朝になりました。なんか今日も曇ってますね。最近なんか曇りっぱなしなんですけども、ということで、まあ今日はじゃあ早速、行きましょう。はい、東京駅に来ました。いい曇りです。天皇皇后両陛下ご即位おめでとうございますということで、ここに看板らしきものが立ってます。看板って何でしょうね。はい、で、まあ、ここで明日パレードが行われるということで、まあまだ空いてますね。いいですね。ちょっとインスタ撮っていきましょう。あ、なんか物々しい雰囲気です。うわー、なんかすごいことになってますね。めちゃくちゃ止まってます。ということで、今日警備がすごいんですけども、まあ平和ですね。昨日から自分の様子を撮ってみました。まあ、若干わざとらしくでしたけども、まあこうなんか調べ物するにはスマホを使うし、地図調べるのはスマホだし、なんか美味しいもの周りにないかなはスマホだし、写真撮ろうもスマホだし、なんか SNS 見るのもスマホってことで、もう本当にスマホ依存が加速しております。退屈な時間だったり何もしない時間って、その内観する時間だったり、そこ想像的なことを考える時間でもあるので、本来であれば何も考えない、何も考えられない、何もできない時間ってすごく大事だと思うんです。もうスマホのに時間を奪われてるとか、スマホのために人生を送ってるわけじゃないみたいな感じあると思いますし、なんかこうスマホに散歩されてるみたいな風刺がもあるんで、まあ、そういうのはもう皆さん分かってると思うんです。じゃあそのスマホ依存だったり、スマホとの距離を取る方法はどうしたらいいのかなっていうのを、
皆さん考えてると思います。で、まあ、僕もそのミニマリズムになって無駄をどんどん省いて、その仕事だったりやりたいことで集中するようになって、まあいろいろそのスマホとの距離の取り方だったり、スマホをそもそも断捨離、まあ、できてないですけどもできてないですけども、スマホとの距離の取り方っていうのはいろいろ試行錯誤して、あ、これが今はうまくいってるなっていうのがありますので、今回はそれを皆さんにシェアしてみたいと思います。ではまず最初におすすめのアプリを紹介します。フリーダムっていうアプリです。で、まあ、どういうものかって説明する前に実際に使ってみたいと思うんですけども、こうやってウェブサイト、どういうサイトをブロックしますか、アプリはどういうサイトをブロックしますかっていうのがあって、アドブロックリストというもので名前を付けられるんです。細かくですね、例えばソーシャルアプリをブロックしますよ、ニュースをブロックしますよっていうのがこう細かく設定することができます。で、僕の場合も全部っていうのをやっちゃってるんですけども、全部設定しました、全部ブロックしますっていうのを設定しまして、タイムのところに1分か2分か3分か4分かっていうのが時間が選べます。どれぐらいブロックしますかっていうのを選べます。で、例えば1分っていうのを選択してスタートボタンをポチッと押します。カレントセッションというのが表示されます。で、この時間はそう、こうやって SNS なんかを開いてもこう更新ができなくなるんです。更新ができなくなると、そう、立ち上がらないのはさすがに無理だと思うんですけども、更新ができなくなります。メールもですね、こうやってロードがされなくなるんです。で、まあ、これどういう原理かっていうと、このネットを遮断してるんですね。このアプリを立ち上げてる間はネットを遮断しているので、 SNS だったり YouTube だったりっていうのを見れなくするためのアプリっていう感じです。今から30分仕事作業したいなってなったら、このアプリを30分って設定してもうスイッチを押すんです。そうしてなんかパソコンカタカタってやって、ちょっとこうなんかスマホいじりたいなと思ってペッてチラッと見たとしても、このアプリでそのロードができなくなるようになってるので、まあ結局使えないじゃないですか。なので、あ、いいやっつってやっぱすぐ元に戻ります。なので、こうやってブロックしてくれるアプリっていうのはすごく便利だなと思います。で、他にも例えばいろいろブロックアプリがあるんです。なんかそのスマホをいじらない間は木がどんどん大きく育っていくよみたいなのもあって、それもいいと思うんですけど、でもどうしてもいじりたい、見たいなって思ったら、そのアプリ別に閉じればいいわけなんで、僕には合わなかったですね。でもこういうアプリってもう強制的にシャットしてしまうので、これはいいなと思いました。はい、はい、で次に2つ目です。これはすぐにできるわけではないと思います。で、2つ目っていうのはスマホの性能をダウングレードするっていうことなんです。必要最低限まで抑えるっていうことです。どういうことかって言いますと、僕が iPhone7 からiPhone X に前変えたことがありました。カメラ機能もすごいし、絵もすごい綺麗だし、僕が当時持っていたよりもさらに使いやすくなったんです。なので、まあ、めちゃくちゃカメラいじり倒しましたし、 SNS も見やすかったので、もうまた見ちゃう、もっと見ちゃうっていう感じでしたね。ここ本体から出る音質もめちゃくちゃ向上したんです。なので、YouTube BGM にかけながら仕事したり、で、じゃあその BGM を選ぼうと思ったらついつい気になる動画を見てしまうっていう、なんかそういうのもありました。いかんと思いまして、逆にこのスマホをいじりにくくしたんです。まあ、iPhone7 で正直いじりやすい、十分いじりやすいんですけども、10から比べると使いにくくなりました。なので10から比べるとやっぱりいじる時間っていうのは減りました。なので、まあ今7持ってるんですけども、もっと性能を落としてもいいのかなっていうふうに思ったりもします。ジェリーっていうちっちゃいスマホがありまして、それでもいいのかなっていうふうに今は思ってます。はい、で3つ目なんですけども、寝る時だったりちょっとしたお出かけの時にスマホを手元に置かないっていうのがあるんです。で、どういうことかっていうと、僕たちも常にスマホを持っているわけなので、その常に持っている状態からいきなりスマホ依存脱却ってかなり難しいと思うんです。もうタバコと同じで、もう持ってないと手が震えるみたいな感じだと思うんです。そうってなったら、その一時的にそのちょっとずつちょっとずつ持たない時間を作っていくっていうのが大事になっていくと思うんです。そうなので、僕最近ですと、もうスマホをペンって置いて普通に都内ぐるぐる歩き回ってる日もあります。こう、まあ、最初はめっちゃ辛いんですよ。なんか
大丈夫かな、連絡来てないかなとか、まあ、僕の場合もこのスマホで仕事もしているので、なのでうわどうしよう、今なんか緊急な連絡来てるからどうしようとかってすごい不安になるんですけども、1分1秒争う連絡ってまあそうそうないので、だいたいこう連絡が 2,3 時間後になっても皆さんまあ大丈夫っていう、まあ、普通に対応してくれるのですぐに返信しなきゃいけないっていう常識も断捨離できましたし、スマホとの距離もだあの取れるようになりました。別にスマホがなかったとしても、まあ、2,3 時間後の返信になったとしても大丈夫っていう感覚今になってます。で4つ目なんですけども、電源コードを常につけておくっていう方法があるんです。で僕は最初それをやる前はもう常にスマホはポケットの中にありました。そうなのでトイレ行く時だったり歯を磨く時だったりもう料理をする時だったりもう何でもこうスマホをサクッサクッってやっぱ見ちゃうんですよね。でそれをやってた時にその充電コードにつなぎっぱなしにするといいよっていうのをアドバイスもらいましたので、なので僕もスマホをそのプラグに捨てたんです。最初その充電プラグをインした状態の机で仕事を始めると結局やっぱ近くにスマホがあるので、まあ、ちょいちょい見ちゃったりしました。最初はこうプラグ抜いちゃってポケットに入れちゃうかもしれないんですけども、それが徐々にこうプラグからなんか何ちょ外すのすらめんどくさくなるっていう時が多分あの僕の場合来ましたので、そんな感じでそのいじらなくする時間っていうのが徐々に増えました。今はもう刺したら基本的に刺しっぱで家の中はもうそこに固定してます。はい、という感じでシェアしていましたけどもいかがだったでしょうか。まあその他にも多分22個ぐらいもういろいろなことをチャレンジしてみて、いろんなアプリを入れてみたりいろんなことをやってみたり、あとこれをゴミ箱にペンって捨ててみたりしてみたんですけども、やっぱりその中でも一番効果があるなっていうのはこのフリーダムアプリですね。このアプリを入れてからは本当に強制的にどのアプリも使えなくなったので、これはいいなと思いました。なので、まあ、この動画を見ている人の中でいろいろ試したけども結局スマホをいじってしまってスマホに時間を奪われてしまうと、なんか自分の時間の大半をこの小さい画面に費やしてしまってます、後悔しますという人がいたらですね、ぜひこのフリーダムアプリ入れてみてはいかがでしょうか。はい、全然この動画案件とかじゃないんですけども、かなり僕もやってみていいなと思いましたのでおすすめします。はい、ということで、今回シェアしましたけどもいかがだったでしょうか。まあ、一人でも多くの方の参考になってくれたら嬉しいです。はい、ということで、まあ、明日はここの部分が天皇即位のパレードでかなり厳重な警戒になると思いますので、ちょっとこの辺で動画を終了したいと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。僕は芸人の又吉さんっていう人が好きなんですけども、その人はこうぼーっとしてる時にアイデアがパーンって出てきてそれを作品に反映するっていうのことを言ってたんです。なのでやっぱそのぼーっとする時間だったり何もしない時間っていうのはすごくその創造性だったりそういうのを鍛えてくれるのかなっていうふうに思ってます。僕自身もスマホと程よい距離感を撮るために、まあ、今頑張ってますので、もしこの動画でもしもっとこういういい方法があるよっていう方がいたらぜひコメント欄で教えてくれたら、もう他の人の参考にもなると思いますので、はい、お待ちしてます。